あなた、フェードしまーす。というわけで、CR カップシェフ上チームは、渋谷春、きなこぽっぽ、本田翼さんです。よろしくお願いしまーす。一体どうなっちゃうんだ。いや、意味わからんよなぁ。ガチ本田翼さんですね。確かに、同姓同名の別人の可能性はあるね。この潜在写真もすごい似てる潜在写真な可能性あるからね。まあ、胃はそんなにでも、キリキリしてないな。楽しくできれば、いいかなと僕は思っております。ラヒムさんがなんか本当にずるいよな、こいつって言ってる。すんませんね。ラヒムさん嫉妬か。嫉妬オプト。本田翼って SNS フォロワー5万人超えてるの？そうだね。とりあえずインスタグラム開いてみたら 336.2 万人っているね。超えてるかも。結構超えちゃってるかも。331.2 万人分超えてるかもね。本田翼さん出るんだったらそうだね。あの、出場者全員分のやつ賄えるね。ちなみにこの発表するにあたってポッポが炎上するかどうかビビってました。はるさん俺大丈夫ですかね。大変ビビっておりましたけれども。なんかリーダーみたいなのはね、今もう、CR カップないらしい。経緯、僕は結構、オジジから声かかれたぐらいかな。なんか別にこう、僕からインスタグラムで連絡を送って、一緒に出ましょうとかやったわけではない、別に。別にそういうわけではない。面白すぎでしょ。僕がインスタグラムで誘いに行くの。お坊さんも反応してる。頑張ります。無職、お坊。まだそうね、本田翼さん自身は、以前から、なんか CR カップ、興味あるみたいなことはツイートしてたよね。正直、レベルの上がってる魔境に放り込まれるのはかわいそうだな。あのね、それは本当にそう。今の CR カップってさ、もう昔と、全然違う環境だからさ、CR の韓国勢に絡まれなかったら、まあ大体、まあある程度戦えるかな、みたいな、あれはあったけど、もう今って、どこのチーム相手でも、強すぎて戦えたもんじゃないんだよな。